皆さんこんにちは。今回は体の動き、実際にどうなっているのか、皆さんが思っているイメージと実際の動きが本当に合っているのかどうか、それを特に指にフォーカスして見ていきたいと思います。この付け根のラインで指が曲がると思ってグーパーしてみましょう。今度はひっくり返して、この山になっているところで曲がると思ってグーパーしてみましょう。何か違いがありましたか？本当はここでこの関節ね、このここに関節があります。ここで、特にここで曲がっています。こちら側見てみると、ここで曲がっているように勘違いしがちですが、実はここではありません。ここのラインをたどると、なんとこの骨の真ん中あたりになってしまいます。ここでは曲がることはできません。曲げたら骨折です。本当はここ、ここで曲がります。関節はこんなところにある、こんな中にあるんですね。ここで指が曲がるんだと思って楽器を持つだけでもだいぶ変わります。フルートの左手、一番上の杖のキー、楽器はここに乗っていますので、主にここを使います。他の指は主にこっちの関節が大きく動きます。人差し指だけはここが大きく動きます。親指はここから大きく、いろんなここも含めこっちからも動かすことができます。大きな動きができます。親指は自在に動きます。右手の関節は主にこの山のところで大きく動きます。指の動きどうでしたか？本当は曲がらないところで曲げようとしていた人も多いのではないでしょうか。実際に曲がるところでそれを意識して曲げると、おそらくスムースに曲がったのではないでしょうか。私たちは体を動かすときにほとんどのことを無意識で行っています。ただそのもともと持っているイメージ、情報が少し違った場合には、それを違った場合でもそれをやってしまおうと私たちは考えます。ですのでそこで無理が生じます。正しい体の知識を手に入れることによってよりスムースな動きができますので、ぜひそれも演奏に生かしてください。フィンガリングなど練習するときには、頭が受けて体全体をついてこさせながら指を動かす、演奏をする、そういうことによってより豊かな音楽表現ができると思います。お試しください。またお会いしましょう。さようなら。